お願いします。はいはい、うん、何でしょうかね。今日はですね、ここ先週末ぐらいからちょっと家のこと、まあ、おばあちゃん関係のことがちょっと動いて、で、まあ、それきっかけに父親とか母親の、まあ、私に対する態度っていうのが見えてきて、今までも先生にカウンセリングで教えてもらってるんですけど、もう無理だって思ってしまうことがあって、まあこれ言えることなのかね、あの、YouTube で配信できないんだったら、まあその収録を切って話をして、で収録できるところになったら収録するっていうのでも全然構わないんだけど、その方がいいのかな。そうですね、じゃあ一回ここで、収録は切って、そして内容を聞いて、まあできるなって僕が思ったところからまた再開ということにしようかね、じゃあ、収録だけ切ってタイマーはこのままにしといてもらって、今ねちょっと収録をちょっと切らしてもらって、ちょっと内容わからなかったんでね、まあ聞かしてもらって、僕の率直な、考えを言うと、いつものことやね。本当に別に静香ちゃんを慰めようというつもりもなく、静香ちゃんがその動揺しているということも、まあ理解して、で内容はいつも通りのこと、でまあなぜそこいつも通りのことに、その静香ちゃんが反応したのかって言ったら、それはだんだんとそのカウンセリングを受けるたびに、母親と父親のことが見れるようになってきた、そういうことだと思うよね、それと、その細かい話はしないけど、話の途中で結局私は何者なんだっていうセリフがあったけど、あのセリフは素直な気持ちなんだろうけど、僕からすると間違ってるよね。母親と父親は何者なんだっていうセリフじゃないの、そこは。それはどう思う？私は何者なんだって、なんで？いや、あなたは静香ちゃんよ。あなたの母親と父親は一体何者なの？あなたはそれはどう思うの？あなたの母親と父親って一体何者なの？いや、自分は何者なのって考える前にさ、あなたは実際あなたの母親と父親って一体何者だと思ってんの？それはどうなの？何者なの大体？それって相手があなたじゃなくても同じなんじゃないの？あなたが何者であったとしてもね、それ以前の問題なんじゃないの？あなたの母親と父親って、それはどう思う？あなたは子供の頃からね、そういうふうに被害に遭って、自分は何者なんだろうっていうのは、自分が変わればこうすればっていうふうに変えてきたんだろうけど、
あなたの母親と父親って、うん、あなたがどういう状態であったって関係ないんじゃないの、うんうん、あなたの母親と父親ってあなたを見てるの？見てないです。だから何者なの？あなたを見てないよね、うん、じゃあその出来事って、はい、じゃあ何のためにあなたの母親と父親はあなたにそういう仕打ちをしたんだと思う、うん、父は母親、自分の母親に対する恐怖心、うんうんうん、静香ちゃんってまだそういうふうに普通の人みたいに考えるんだ、相手を。今静香ちゃんが言ったのは、うん、普通の人間に対する思考だよね、うん、普通なの、うん、あなたの母親と父親って普通じゃない。でもあなたは母親と父親を普通の思考で分析してるよね、うんうん、じゃあ普通の思考じゃない、うん、思考で分析したらどうなるの？まあ不適切な言葉を使っても全然構わないと思うよ、うん、はい、うん、先生時間です。うん、じゃあとりあえず少し伸ばそうかね、はい、うん、あの時間はこっちで測るんで、はい、うん、いつもそうやって理由を自分の中でその誰それが病気だから、誰それがなんだからっていうふうにあなた普通の人だと思ってるんだ。うん、相手が普通の人間であればさ、うん、その思考は最もなんだけど、うん、相手が異常者であれば、はい、その思考って使っちゃいけないんじゃないの？うん、どう思うそれは？はい。うん、でうん、何のためって何のため、うん、今までの自分の発想とは違う、うんうんうん、まあ、あなたカウンセラーとしてクライアントが同じような目に遭ってたら、うんうん、あなたはそのクライアントさんの親ってどんな人だと思うの？何のため、どんな人だから何のためって思う？自分、クライアントさんが納得しなかったとしても、うん、あなたは、うん、ねえ、カウンセラーとして、はい、正しい間違いは別として、うん、そのクライアントさんの親を、うん、にね、どういう人間だっていうことを言わなきゃいけないよね、うん、どういう人間なの？ひどい人ってクライアントさんに言うの？いや、どんな人っていうの？ここも収録切ろうか？はい。ね、じゃあ止めて。はい。うん。はいね、今ちょっともうね、 YouTube 聞いてくれてる方には申し訳ないけど、ちょっとシークレットでね、カウンセリング
させてもらって、まあ、あなたに伝えたいこと、まあ、YouTube 聞いてくれてる方もほんの少しはもしかしたら役に立つかもしれないし、まあ、あなたがこの収録をすることによって自分自身に教えるというね。僕はあなたは今世ね神様を認めるというのがあなたの願いだったと思う。そしてそのためにはね悪魔を認めるという必要があなたにはあったんでしょう、うん、だからあなたが子供の頃からあなたの人生に起きていることはね悪魔を認めること、そして自分の願いである神様を認めることね、これに沿った出来事が起きたんじゃないかっていうふうに今後考えていけば、今回のようにパニックになることっていうのはかなり僕は少なくなるんじゃないかなって思うから、はい、うん、ここまでを一つのカウンセリングとして、はい、うん、YouTube で流してくれたらいいんじゃないかなって思うよね、はい、まあタイトルはもうあなたはもう自分のために遠慮せず、うん、ね、神様を認める、うん、悪魔を認める、うん、こういうシンプルなタイトルでいいんじゃない、はい、私はでいいんじゃない、はい、私は神様を認める、悪魔を認める、うん、それがあなたのための YouTube になるし、はい、あなたの YouTube を聞いてくれてる人のもしかしたら何かのきっかけになるかもしれないよね。うん。じゃあとりあえず、はい、ね、今日は本当はコーチングなんで、はい、まあおかしいですからね、その時間を使ってカウンセリングお願いしますって言えたっていうことは、はい、とても冷静になってて、はい、この前までのあなたの方がおかしいよ。今日の方がまともだわ。はい、うん。なんかまあ人間っていうのは本当に窮地に追い込まれると、うん、言葉は良くないけど火事場のバカ力っていうのが出てね、うん、まあ人間正常になるよね、うん、ねえ、まあ自然災害とかさ、はい、そういう時って人間って普段はもう全然ダメな感じの人なんだけど、うん、はい、実際こう自然災害とか来ると、うん、まあこうシャキッとしてね、はい、信じられないぐらいのパワーを発揮する、うん、まあそれがまた人間という生き物なんでね、うん、うん、まああなたは火事場のバカ力が出て、はい、ね、コーチングという時間、勉強の時間を、ね、カウンセリングの時間に変更してもらおうという自分の意思、自分に優しくできたっていうことなんよね、うん、うん、とても素晴らしいことじゃないかなって思う、はい、そしてあなたがあなた自身の今世の最大の願いというものに、まあ、また近づいた、はい、うん、そういう出来事があなたには昨日、はい、今日、はい、起きたんじゃないかなって思います、はい、はい、以上です。ありがとうございました。